はい、の皆さんやってまいりました、森ちんです。今回もモンスターハンターダブルクロスやっていこうと思います。さあ今回はですね、前回ネセットの装備を作ったよっつって、でダブルクロスがついに始まったぜみたいな動画出したんだけど、やっぱその、コメントでもありましたけども、ネセットを使う時に絶対思うことは、いい護石が欲しい、神山を取りたいっていう、そういうのがあると思うんですよ。絶対これについてはぶつかる問題だと思うんですが、それをね解決するものっていうのがあるじゃないですか。ブラキ炭鉱っていうのがねあると思うんですが、あれってでも僕もソロでやったんですよ。でソロでやって20分ぐらいかかって、絶望って感じだったんだけど、それは慣れてないね、久々のブラキ一発目っていうのがあって20分ぐらいかかったっていうのもあるんだけど、やっぱりそのソロだとやっぱりそこまで効率はっていうところじゃないですか。ヘビー使ったら分かんないけどね、ヘビーの装備がまだ全然ないので、今はちょっとできないということで、今はできないと割り切って、でそれで兄弟でね回し取りとかしてるんですよ。僕が麻痺片手でね、弟のシンにはこうヘビー担いでもらってみたいなことはねやったりしてたんですが、3分ぐらいかな、それでめちゃめちゃ効率いいんだけど、でもそれってソロではないんですよね。だからソロでやる、もしそのお守りをソロでやるんだったらどれがあるんだっていうことで、前回の動画でやってたね、どうもバサルからのどうも将軍どうもバサルをクリアすると出てくるクエストね、あれがですね、かなりそのソロで回るんだったらいいのかなっていうふうに思ったので、今回はねそれに行こうかなっていうふうに思うんですが、今ですねその最初の時に使ってる装備っていうのがこんな感じですね。お守りハンター、これは絶対必要じゃないですか。やっぱりそのね15ポイントで発動するこのお守りハンター、これがかける2になったりとかするから、これは大事だし、でピッケルとかがねなくならないようにっていうことで神の気まぐれで、この五石強化と秘術に関してはこれはネセットの装備なんでね出てくると思うんですが、あとは最終2にしたいけど、ちょっと僕ですね今ねこの最終のやつがですね、サボってたってわけではないんだけど、あれがないんですよ。装飾品の最初のペピポパンプキンっていうのがちょっとなくて、これがですね、そのなんだっけ、猫の攻撃のポイントのやつだったかな、怪力の種とかをやってる時にたまに出てくるとかっていうことなんで、今この攻撃のやつで今やってるんですけども、絶賛やってるんですが、ちょっと今今絶賛やってますんで、そのうちね出てくれるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、でその時にあのアキンドングリなんてのも僕全然取ってなかったんですよ。今これ7137でね今使ってる分もあるんだけど、これさっきその沼地の最終ツアーの時に1番だったかな、確かそこのやつで樽2つ置いてある真ん中のところで、これアキンドングリめちゃめちゃ取れるから、結構取れるから、そこで取って帰ってくるっていうのを繰り返して今こんな感じですね。なのでそのうち出てくれるんじゃないかなっていうことで、これを攻撃を進めつつ、さっきのね言ってたクエストを進めながら今やってるみたいな、そんな現状でございます。やっぱりその五石すごく大変じゃないですか、スロ3前提で、で、4-4でスキルがね入ってれば、ね、もう五石だけでスキル3つみたいな、強いみたいなね、そんな感じなんで、僕もやっぱその夢を見たいということでね、今回は風化したお守り取っていこうと思います。これですね、こちらのクエストなんですけれども、こちらがですね、サブタゲでその流歴インポイント2500ポイントね取ればサブクリでね帰れるので、やっぱこれねすごくいいのかなって。その報酬で出たりとかっていうのはないんだけど、年石炭20個取りに行くよりは絶対こっちの方がね1回でね帰れたりするんで、やっぱこれいいのかなっていうことでこちらやっていこうと思います。それで秘境探索術は絶対欲しいっていうことなんで、こちら食事のねスキルでね、これが発動した時だけ行くようにしてるんですけれども、とりあえずね行こうかなって思います。なんかそのおすすめのねルートみたいなのもあったんで、それをちょっと行きながらなんですが、まずは秘境のとこですね。はい、でここ秘境出てきたら、まずここねカンカンカンと、いや本当に結構出るんですよ。最初をね上げたいのはあるんだけど、最初のねやつが出ないんで、もう本当だったら最終7で五石を7とかいう五石が出てくれたら、僕はもう大満足なんですけども、そういうことはちょっと厳しいみたいなんでやっぱり厳しいので、そういうの全然出ないので、それでスロさんとか言ったらね、最初のために何をしているんだって感じだけどでこれだとあれなんですよ、太古の塊も結構手に入るから結構ね出るのよ。なんだっけ、風化したなんちゃらとか、なんか太古のなんちゃらみたいな、なんかあるじゃない、あれとか結構出てきてくれてね、すごくねいいんですよ。そうだから、そういうのも狙いつつだったら、これもいいのかなみたいな。でブラキとグラミモスが出てきちゃうんだけど、そこについてはなるべく合わないようにね、なるべく合わないように立ち回って、ちょっとこの次に会っちゃったりとかするんだけど、やめろやめろやめろ
ここでアプケロスはめんどくさい。そう、アプケロスとかザコがちょっとねめんどくさい。あのブルファンゴとかもちょっとめんどくさいんだけど、まあ、その辺はね僕に構わないでくれっていうことで、あの無視してもらって、よし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 。で強燃石炭2個出た段階でもう帰っていいから、やめろ。大丈夫、もうない。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。本当だったらね、キープランとかあるとね、このやつなんかはいいんだけど、で、まあこれ6番に落ちてきて、秘境から6番に落ちてきて、で、次7番ですね。で、7番がなんか、虫を取っておかないと、まあ今言ったね、強燃石炭が出てないと、あーい、ブラキー！ね、強燃石炭が出てないと、ちょっと、ポイントが足りないのかなーっていうふうには思うんですが、まあ僕はでもこのね、7番は正直、あんま取らないというか、うん、ここのね虫とかを取るのがいいみたいなんだけど、僕はあんまり好きではない。うん、なんかこう通り道じゃない感じがしちゃうんで、でこれでここのねこの9番の、カンカンをして、でまあフローマとかも出ちゃうんだけど、まあまあまあそれもいいじゃないってね、あの10個しかやっぱ風化したお守り取れない、持てないから、それだったらまあ古びたお守り持ててもいいのかなって。まああれですよ、なんだっけ、マカツボのやつ、マカツボだっけかな、あれのやつなんかもねやってますから、ああいうのでこう召喚もできますし、まあ出て損はないので、今の僕の段階だと僕本当に5石持ってないから本当に全然持ってないから、これはねやっぱねやっといた方がいいなってすごく思うんですよ。で、あの戻り玉とかもね持っておくとすごくいいなって思ってて、そのやっぱその、ね、どんなに頑張っても強燃石炭2個出たらまあその時点で終了なんだけど、燃石炭だけだとダメなんですよね。あのマックスにならないから、そこがやっぱね辛いところで、この、まあ、戻り玉を持ってることによって、まあ、その、ね、このままベースキャンプに行くルートなんだけど、そこで、まあ、集まりきらなくても、その後の、ね、あの、採掘をちょっと続けて、で、それで足りるかなってぐらいまで、ね、ゲットしたら、まあ、戻り玉で戻って、足りない分を入れてあげるっていう感じで、ね、僕はやってるんですが。で、まあ、このあたりは、取るかな。ここはね僕いつも取るようにしてます。あのここでゴッドカブトだっけ、あれとか出てくれたら、あの神ってなるからさゴッドカブトが出たらポイント全然足りるんで、そうこれ出てくれると全然ポイント足りちゃうから、多分どうかな、これ足りるかな、微妙かな、どうだろうね、これちょっと分かんないけど、まあとりあえず入れてきてからかな。うん、でまあここにもね2箇所ポイントがあるんだけど、あのブルファンゴをねぶっちゃけ倒しておきたい気分ではある。うん、すごい思うんですよあー来た来た来た、強燃石炭来た。これがね2個出てくれるだけでいいんですよ。他の鉱石はぶっちゃけあんまいらないんだけど、もうさすがに結構回ったんであんまいらないんだけど、でねこれはね、あ、倒すようにねしてるんですよいつも。そう、今の流れで倒すんですよ今の回転切りでいつも倒す感じなんだけど、まあちょっと今回はね、あの喋りながらだったんで、まあ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 、ほんでまあね、これもでもだいぶね出てくれるっちゃ出てくれるかなって、いい時はまあその風化したお守りね10個持ちきれないぐらい出るんで、あれ10個だよね確かね、10個持ちきれないぐらい出てくれるので、まあ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 割といいのかなって。これでだいたい5分ぐらい、まあその後でタイム出ますけれども、だいたい5分とか、あ出た、光るお守りとかも出ちゃいますね光るお守りなんてのもちょこちょこ出てきてしまう。でここで戻り玉を使うのもいいんだけど、トータルで見ると僕は戻り玉はどうなのかなって。まあ、ただね、この段階でもたまってんだったら戻り玉全然ありですよ。この段階でたまってるなら全然あり。でここで帰ってきて生産アイテムを納品、はい OK でサブクリしたんだけど、あのこっちにね2箇所あるんで、僕はねこっちもやっちゃってます。正直ここのすぐそばにねここにもありますから、こういうの狙うのもありなのかなっていうふうに思うので、でだいたい向こうだよね、ここと向こう、ちょっと見づらいなこれな、やっぱな 3D な、なかなかちょっと見づらいけども向こうにもあるんで、あれも取っていつもね帰ったりする。まああんま出ないんだけど正直あんま出ないんだけど、メランジェ鉱石とかあとエルトナイトとか今僕足りてない状況なんで、あのグレン石はさすがにいっぱいあるんだけど、やっぱちょっと足りてないからここも掘ってそれで帰るみたいな、そういうね感じで最近はやってますよ。でまあこの強燃石炭とかもね出てくれると、僕はあの流歴インポイントあんまないので、あの正直うまいということで、これでサブタゲオッケーみたいな、そんな感じですかね。これあのだいたいまあやってね5分ぐらいでやってるから、あのちょっとした合間というかアニメ見ながらとか
ちょっと、動画どうしようかなって考えながらやったりしてるんだよね。まあそんな感じでダブルクロスライフを過ごしているわけでございます。まあブラキ炭鉱と比べたらね、もちろんそんなによろしくはないんですよ。もう効率で言うとそんなに良くない、もう当たり前ですよ、そんな当たり前なんだけど、でもこんだけ出てくれるんだったら、まあまあまあ、たまにブラキ炭鉱でも、まあ風化した守り787とかでなんかこう2列ぐらいしか出ないみたいなこともねあったりするので、まあそれ考えるとこれ一人で何も考えずにできるんだったらいいのかなって思い、クソクソマドモメなんてこった。9地4スロ3ぐらいしかなかったね。5分30秒でございますね。ブラキ炭鉱早ければ1分台なんだっけ確かね。それができるならそれで全然いいんだけど、なんかこうソロでのんびりするんだったらこれもいいのかなっていうことで、僕はこんな感じでやったりしてますっていう、そういう動画でした。まあこれやりながら神尾は出たらそういうちょっといい装備作って、でネストとの構成こんなの作りましたみたいなね動画も出していこうと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますので、よろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次の動画でお会いしましょう。グッドバイバイバイ。